絆。今商談室なんですけど、まあ、来ていただいた方にはここで商談して、あっちにもあの記事のサンプル帳をずらっと用意しているので、それを見ながら打ち合わせしてますので、全国からいらっしゃるんですか。四国来て、そうですね、来ていただけるのは四国の方だったり、岡山とかの方も来ていただけると思います。そんながらもね、夜祭り赤って言ってもすごいたくさんの赤があるじゃないですか。で、値段もやっぱり全然違いますし、いつも決めきれなくてね、あの、でもやっぱこういうプリントされてる生地を使った方がお値段的にはそうですね。ですよね、はい、こう消化にしてしまうと高くなってしまいますよね。柄がね、小さい。そうですね、遠目に見たら沈んでしょ。確かに確かに、うん、やっぱりこんな小さい感じで、大きい柄の生地ってやっぱりないんですよね。そうですよね、はい、ここはあの、こんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。あ、ほんまや、ほんまや、お願いします。よろしくお願いします。ここは何の話ですか。ここは、はい、あの服のパターンを作っている、型紙を作っているところで、はいはいはい、今回あの絆国際チームさんのパターンを担当した伊勢よろしくお願いします。すみません、なんか変な形で。大丈夫ですか。はい。嬉しい。ご本人にお会いして。で、彼からあの送られてきた、はい、打ち合わせしていただいたデザイン画をもとに、はい、あのサンプルを作っているんですけど、そういう形ってよくあるんですか。いや、そういう形はあまりないかったと思います。だいたいここの袖でつながってるんですけど、はいはい、そこから下もまたつながってる。ここにベルト入れるっていうのは、そうです。あ、今までなかったですね。で、うん、作る前にあれ、これカラさんどうなっちゃうわとか言ってなんか岡山で衣装を制作してくださってる方が、はい、衣装班に入ってくれて、はい、個人でされてる方なんですけど、はいはい、たくさんアイデア出してくれて、でここに入れるのはどうかっていうので、はい、すごい面白いな。私もびっくりします。最初全然想像できなくてどんなものが出来上がるんだろうって。でもどうしてもマントを作りたかったんです。マントと、はい、あとは着物みたいなのが作りたくて、はい、それをあんまりお金をかけずにしたいっていうので、こういった一体型になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。最初は両方入れてもらって色を見たくて、あ、そうですね、うん、サンプル作るのも時間かかりますよね。で、あのデザイン画をもとにこういう、はい、デザイン画だったら上着、中着、パンツ、ね、何があるか、ね、いまいちちょっとわからないんで、はい、分かりやすいようにアイテムごとに上着の前、後ろ、はいはい、パンツの前、後ろ、はい、鳴子入れもあります、鉢巻きもあります、帯もありますみたいな感じで、はい、それぞれのアイテムにこう縫い方だったり、はいはいはい、使う糸だったり生地だったりっていうのをあの仕様書として制作してから、はい、今度あの型紙を作ります、はい、あ、じゃあこれを作られる。そうです。そうです。型紙がここに3名いるんですけど、はい、私合わせて、おお、そうなんですね。3人でやってます。へえ、はい、で次、はい、すみません、これがちょっと分かりにくいですけど、ちょっと拡大していこうか、その上着から。これが拡大して、これが見た目、型紙、見た目で作っておいて、でそれぞれのパーツにこれが後ろ身頃、これが前みたいな感じで、こう縫い方とかもしっかり書き込んで、ここに紐をつけますとか、ここは開いていますとか、そういう感じで実寸大の型紙を制作しています。こういうふうに型紙を作った後に、うん、はい、今度あの使う生地ごとに型入れをしていくんですね。型入れ、型入れ、例えば、はい、まずオレンジの生地の部分を裁断して、はいはいはい、で次に消化の部分を裁断していく、今度紫の部分の裁断をしていく、はい、これがあの言ったらプリンターなんですけど、実寸大で型紙が出てくるんです。すごい。あ、コンピューターで書いたものが出てくるんですか。はい。大変でした。そうです。形、初めての形でした。ちょっと文句とか出てなかった。なんだこれ。それで今、まあ、はい、パターンが
出来上がったとして、はい、次にやるのが、はい、この消化プリントのパーツを今度データ化して、はい、まあ、これもデータなんですけど、はい、実寸の消化プリントのデータを作成していくんです。はいはいはい、それがまたこっちの、あ、すごい、綺麗やな。これがサイズごとに違うってことですか。そうです。うわ、すごい。一番小さいのが子供さん、どうですか。S3S 3S ヨーロッ、ニューヨークの子供なんですけど、一人だけ小さい子がいる。ああ、そうなんですね。はい、5歳かな、はいはい、こういう感じで実寸データの、はい、まあ、縫い代を含めたデータ、はいはいはい、にプリントを配置して作る、はい、すごい。前身頃が今回オリンピックからの5色ですね、はい、そうですね、はい、データをここで作って、うん、今度それをプリントの方にプリントしていく、はい、まあ、ちょっとこの縁に黒い線をつけてるんですけど、はいはい、これはちょっと理由があって、はい、また後で説明します。中に入ってないです、ね、入ってないです、はいはいはい、なぜかっていうのをちょっと後で説明します。はい、はい、じゃあプリントの部屋に行きましょう。はい、はい、ありがとうございました。楽しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。プリント、よろしくお願いいたします。ここで発注いただいた枚数を刺していく、はい、これ消化の、これは転写紙というもので、はい、転写紙にインクを乗せた状態で破断して、そうです、そうです、そういうことなんですけど、はい、これどうしても生地と一緒にこう挟むので、はいはい、これは反転させた状態の状態で、はいはいはい、そして生地になったらその方向になるので、これちょっと色が薄いのはどうしても、なんかこう実際にプリントしたら、はい、鮮やかな色が出る、こういう色が出る。転写紙はそんなに鮮やかになってます。はい、ではなくて、ケイジ君に見せたい、見せたい、ね、そのデザインしてくれた子に送ってください。確かに、こんな風に出てくるんだって。出した紙と今度これを、はい、これ認定器っていうプレス機なんですよ。はいはいはい、200度の温度で圧力をかけながら使用しているこのメロナムゼの機ですね。と先ほど打ち出しした紙、これでもさ、これで何か消化プリントしてる。そうですね。インクを生地に乗せてるよ、はいはいはい、消化させてる。すごい。すごい。失礼します。これはもう弊社終わった、はい、こっち、あー、綺麗キューキュー、キズナキューすごい、キズナキュー。これ熱いんですか。あ、ちょっとぬくいです、うん、いや、結構熱気感じます。すごい、嬉しい、嬉しいね、こうやって見れると、うん、こんな風に作ってくれてるんだ。すごい、すごいね、はい、感動します。すごい、感動ならちょっと涙出てくる。嬉しい、ありがとうございます。これありがとうございました。よろしくお願いします。はい、失礼します。失礼します。涼しい、涼しい。よさこいでよく使ってる生地にストックしてるところです。すごい、なんか当時の支店行ってもすごい量だなと思うんですけど。すごい量。
結してるの。はい。上にビニール。そのぐらいはい。2メートル以内だったら、はい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 、あ、そこもう一個で、見せて帰るときもう一回発生する。へぇ、例えば、ハンドルを5着で計画したいから、1着取りのこうマーカー、1着のパターンを作って、はい、生地を5枚して、1回で作る。で、5着目に。かわいい大丈夫ですよ、持って帰っても大丈夫、全然大丈夫本当ですか、うそ嬉しい、おもろい、まさかもらえると、これいいです、ありがとうございます、釣りたて、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、全部が今度構成になると、はい、おー、うわ、嬉
礼します。よろしくお願いします。5人ぐらい1つで、はい、3ラインぐらいして、はいはいはい、まあ、ラインごとに違うものになります。へえ。本当に取り合ってらっしゃる。すげえ。さすがにあのミシンは自動のものがないので。私の妻です。あ、そうなんですね。はじめまして。サンプルを持ってもらってた。あ、サンプルを。あ、今一番最初ですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に真汐さんのおかげで世界中の子を喜んでます。メッセージもありがとうございました。いえいえいえ、感動しました。本当ですか。私今日見に来て自分が感動してます。本当に消化の涙出てきた。なんかあれが出てきた時にちょっと感動して、これも もらいました。なんか世界中でみんなで来てますので、これからも大事にさせていただきますので、あの皆様にもどうぞよろしくお願いください。ありがとうございます。ありがとうございます。構成が終わったら、はい、ここで、はい、見終わった後に糸を引いたり、はいはいはい、あのアイロンしたり、あ、袋に入れてくださったり、あ、ここでしてくださったり、はい、出来上がった、はい、掃除のし終わった商品は、はい、検証って言うんですけど、針が混入してない、はいはい、金属が混入してない、ここでチェックして、あの発送する金属が出てくる。あ、そうなんですね。そう、そうですよね、うん、入ってたら怖いですよね。そう、全部チェックして発送する。すごい。あそこに全部その針、糸とか出ます。あ、そうです。これ全部、全部、糸の番号が出てます。600番台や青系とか。あ、でもなんか緑でもこんだけあるってことですよね。で、合うものを選んで。そうです。赤もいろいろありますよね。この赤になるまでもすごい時間かかって。もう選べなくて。これで出来上がったんですか。はい、これで一連の流れたくさんの方がね、できましたねえ。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。これ切って海外の子に衣装と一緒にあの送ってあげたりとかしたら、はい、重い。もらったね。もらった。ちょっと待って待って待って。ありがとうございます。タペストリー。タペストリー。はい。カーテンでも。そうですね。カーテン。豪華すぎるカーテンに。もらってしまった。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。今日は工程をですね、一から全部見させていただきました。お忙しい中本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。社長です。はい、よろしくお願いします。会長もいらっしゃいます。会長さん。会長です。やっぱり海外からなかなかここに見に来ることはね、あの難しいかも。いつかでもみんなで来たいなと思うんですけども、はい、今年、去年と高知に来れなかった踊り子が、あの衣装を今年は手に入れることができて、本当にみんな喜んでます。よかったら世界中の踊り子に何か一言メッセージいただけたら。はい、わかりました。絆国際チームの皆様、海外の踊り子の皆様、マシグの山中と言います。この度はあの衣装の制作ありがとうございました。またですね、あの皆様からのメッセージ本当に嬉しく思いました。会社を代表してあの皆様にお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。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 これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。今私はマシュールさんの高知支店に来ています。普段はですね、こちらでまずご相談させていただいて、注文してからつくもの工場にオーダーが入ります。ではですね、中見ていきましょう。
今日は衣装担当のヤさんが撮影してくれてます。さてポスターエレノン、うちのエレノンちゃんがいます。私たちがですね、まず衣装のご相談をする方がこのカリアさんです。よろしくお願いします。はい、マシュールさんは本社がすくもにあるんですけども、まずは、私たちはですね、このカリアさんに衣装のご相談をさせていただいて、いろいろアイデアをいただきながら、注文を決めてから、すくもの本社で作っていただいてるんですよね。はい、はい、そうです。はい、見てください、たくさん衣装のサンプルがあります。なかなか見れないですよね、ヤさんね。ね、私最初見たときすごい感動しました。こんなにたくさんの衣装。すごい日本中のチーム、はい、チームさんの。その年間で何十チームぐらい作るの？そうですね、200以上は、はい、作ってますね、全部で。やっぱり春から夏がすごい忙しくなるんですか？そうですね、どうしてもゴールデンウィークが一つの山が来て、あとはまあやっぱり夏休みですね、はい、そこがピークになりますね。はい、でここでですね、2018年のサプラマイポーランド国際チームの衣装のですね、サンプルが、はい、ずっと置いていてくださってるんですよね。はい、そうですね。ありがとうございます。2019年の今本社の方に、はい、はい、最初ここまだ相談段階なんで、ここの色が違うんですよね。そうですね。はい、なんかサンプルの時に両方の色が見たかったんで、片方ずつ入れてもらったりとか、こういうのもいつもサンプルは一着は作られる。そうですね、一着はサービスで。ありがとうございます。そのサンプルがあるから私たちもね、ヤさんもね、こう分かりますよね、どんな衣装なのか。でここで色を見て、両方見させていただいて、でご相談して衣装を作ってます。これがパンツと、あとですね、ナルコ入れもやっております。はい、カリアさん、私たちもう4年お世話になってますけど、はい、どうですか、国際チーム、海外の子たちの衣装作るのは。やっぱり初めてのことだったので、はい、すごく体型とか、そうですね、大きさのサイズにちょっと困ったことがあったんですけど、はい、サイズ展開ってやっぱり日本人の方と落ちてちょっと違いますよね。やっぱり極端に高い、背が高いですね、やっぱり、ね、そうですね、あとヒップが大きかったり、意外とその辺でちょっと気使った点とか苦労したことはありましたけど、そうですね、最初は全員のサイズを集めて、それでサイズ決めをさせていたしてますもんね。そうですね。はい、2019年の衣装の形はどうですか？ちょっとなんか私自身も初めての形だったんですけど、はい、中にこうベルトを入れたりとか。ああ、そうですね、まあ割と要素っぽくないので、サイズ的にはこうカバーしやすいかなって。確かにそうですね、ゆったり着れるんで。そうですね、その辺では、まあ、海外の方にもいけるかなっていうことですかね。はい、でも私たちはやっぱりこうデザインして、まだこう実物じゃないものをこうみんなで相談してやるんですけども、はい、やっぱりその衣装班も私みたいな素人も多いですし、実際形にしてくださるのはカリアさんとか皆さんなので、本物が出来上がった時の私たちの感動というのは本当にすごくて、で今回は海外に衣装初めて送ったんですけど、もうみんな喜んでくれて、ぜひこのお店の雰囲気とか、いつもお世話になっているカリアさんをどうしてもみんなに紹介しちゃってお話を伺いさせていただきました。よろしくお願いします。はい、これからも来年はですね、ぜひ世界中の踊り子と一緒に高知に帰ってきたいと思いますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。シュールのカリアさんでした。また海外の踊り子来たらよかったら見に来てもいいですか？はい、かわいません。はい、じゃあみんなで来ようね。バイバーイ。いつも衣装を、衣装隊のですね、リーダーとして頑張ってくれるヤさんです。こんにちは。はい、そしてカリアさんもまたいまーす。はい。ヤさんどう？マシュールさんでお世話になって。やっぱりその、ボスはカナダにいて、うんうん、それでデザイン書いてくれた子とか、うん、考えてくれてる子はまた違う国に。そうだね、ポーランドとか岡山とかね。うんうんうん、それを僕が、なんというか、窓口としてカリアさんと相談させてもらうんですけど、うん、なんかああいうところにもいっぱいある生地の見本、そうそう、生地、そう、色の見本を共有する作業っていうのがやっぱり、うん、みんなの思いがこもってるのを感じる分、うん、ね、
イメージと同じものにできるだけしたいっていう相談をすごく刈谷さんに力を借りながら、うんうん、毎回やってます。はい。それでね、うまくやれてるんでしょうかね。いや、ね、いや、もう。だからね、うん、そういうこととか思い出しますね。そのサイズ展開が、あの、高知でよさこいの衣装を作ってるイメージから言うと、180センチの女性っていう場合とかすごい少ないんで、あ、そうかって。だから実際すごいたくさんサイズバリエーションとか、あの、後ろの背面のフラフのイラストもサイズごとに大きさを変えて出してくれたりとか、普通はあれ全部同じものを、あ、そうなんですか、使ったりすると思うんですけど、マシューさんはそれができるんで、うん、確かにやってくださいました、うん、やってもらってることとかたくさん思い出します。うーん、どうですか、こう毎年海外から踊り子来て踊ってくれるの、高知県民として。本当にびっくりしますね。うん、なんかちょっとずつ増えてる感じはしたんですけど、うん、チームに関わって実際にこうやってこうやってこの国から来たとかいう話を聞くことで、やっぱ本当にすごいことだなと思って、うん、それが何十人もいるから、うんうん、うん、本当にありがたいって僕は思って毎回できる、うん、その代わりできることでお返ししようという気持ちになりますね、うん、でも私たちはね、コーチがすごく好きなので、うん、皆さんのおかげで舞台に立てるし、うん、商店街で踊れるんで本当に、うん、あの屋さんにもマシュールの刈谷さんにもマシュールさんにも本当感謝です。はい、またね、来年帰ってきたいですよね、みんな。ねえ、いやー、だって今手元に衣装が届いて喜んでくれてることだけでも嬉しいですけど、いや、やっぱり一堂に会してみんなで集まって踊ってる姿はなんかさらに見たくなる思いがどんどん募ります。うんうん、来年こそは、来年こそはだ ね、うん、待っててください、はい、待ってます、また帰ってきます、うん、はい、じゃあみんなにバイバイ、はい、待ってます。はい、衣装のリーダーのやすさんでした、ありがとうございます。Come on.